小学生とかからもうこの界隈に住んでるもんですから、それなりに川で遊ぶっていうのは遊びの基本みたいなところがあったんですけども、まあちょっと大きくなって、なんだろうな、車の免許取るぐらいからかな、そういうアメマスの存在とか、そういうなんだろうな、ニジマスとかそういうものがいるっていう大まかな流れを知ってルアーフィッシングやるようになって、それからかな、本格的に狙うようになって、まあいろんな出会いがあって、その中でこう一気に、うん、ネイティブがどうとかってなくて、やっぱり徐々に、ね、年をごとにこうのめり込んでいくというか、そういう感じで今まで来てますね。やっぱアメマスが結構 主役というかになるんですけど、自然にこう順応して生きてるっていう感じがすごくするんですよ。その中でこうその生活史というか1年の流れとか、産卵遡上して死なないでまた海に出てまた帰ってきて産卵遡上してっていうのを1年間でサイクルしてて、まあそういうね、産卵しても死なないっていう性質上やっぱりどん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 大きくなってて、で阻害されるような状況も多々ある中で、そうやってたくましく生きるというか、70センチ80センチまでなるっていうのが、まあ、魅力ですね。